まさかヒッチハイクできると思わなかった。飯食わしてもらって泊まれることになりまして、20本ももらいました。あー、渡るわ。こんな過酷にセブンシスターズ見るやつおんのか。セブンシスターズ、さあイーストボーン出発するわ。ここからチャリンコで2時間くらいのバトルっていう場所に行きます。この大荷物にもちょっと慣れてきて、チャリンコが最高に感じてきたわ。ほんま天気いいからってのもあるんやけど、田舎走ると気持ちいいな。最高に綺麗な景色、いやワクワクしてきたで。ほんま Google マップに従って走るとこういう道ばっかり、道がオフロードやから走りにくくてしゃあないで。がっつり圏外になってるわ。で、道がないから分からん。多分あの丘の上に登らなあかんわ。行ってみます。きっつ、頼むわ Google マップ。あと2キロはこんな感じ。はぁ、あ、てっぺんまで来たぞ。オッケー、来た。道っぽいやつできたぜ。よっしゃ、あれがバトルやで。うわすげえなこれ。はぁ、あ、そうやな、1066年バトルオブヘイスティングスって書いてるわ。これが日本でいう関ヶ原の戦い。噛んでもうたやん。ヘイスティングスの戦いいうて、フランスのノルマン軍がここに攻め込んできてイングランドを征服して、そっからやん。ウィリアム1世が王に即位して、今の女王エリザベス2世はそれの血統やから、日本でいう関ヶ原の戦いみたいなところやで。イングリッシュヘリテージってことは世界遺産じゃないけどイギリス遺産みたいなこと。すげえな。バトルアビーって言って、ここの戦場跡地に修道院を作ったらしいんやけど、それも今は廃墟になってんねんて。もうめっちゃなんかあの10代の若い子らが入っていったけど、なんやろうな、修道院でなんか勉強でもしてんのかな。バトルフォーメーション、ここやで。ここ約1000年前にここでイングランドが敗れたから、アンドロサクソン貴族たちは降伏して、ノルマンディの民族がイングランドを征服したと。イングランドもな、そうやってこうアンドロサクソンっていう人種がおったけど、それがもうフランスのノルマンディたちに征服されて今のイングランドがあるっていう。日本はそういうことがなかったからさ、ちょっとどういう感情になったらいいか分からんけど、歴史って深いね。ノルマンカウンターアタック、あーこれね、見たわ。ノルマン人たちが攻め込んできた時に一回退散するみたいなフェイクをかけて、でイングランド軍がそのフォーメーションを崩した時にやっぱり攻めるぜみたいな感じでノルマン軍がバーって来て、イングランド軍の陣形が崩れた状態だったからボコボコにやられたっていう話があんねんで。おー言われたけど、なんなんやろ。 Hello? Hi, fine! 勉強してはんねんな。なんやろ、ここ寮になってんのかな、それか学校なんかな。え、学校っぽいって学校っぽい。え、めっちゃ給食の匂いとかするし、これなんかプール。え、学校なんこれ。 Hello? Where are you from? Japan! Huh? Japan! Japan!ごめんなさい、ここはあの学校、はいはい、学校でした。だからあの旅だったら赤いね、赤いの外。あ、外そう、はい。 Where from? 香港。香港、はい。おお、 Is this university? Yeah, high school. High school. Are you high school student? 日本語上手ですね。あ、ここの外。あ、はい、すみません。そこを多分歩いてる時あのサインあるんですけど、まあ多分見てないんだと思う。あ、すみません、わかりました。これがアビーですか。はい。あ、こっちがアビーでこっちは学校ですか。いや、ここもアビーですけど学校になっちゃう。ああ、そういうことですか、はい、ありがとう。おかしいですね、日本人ここに来て。あ、自転車で旅してます。あ、うっそ。あのラインもラインです。あ、ライン交換しましょう。これです。はい、あ、あ、それです。じゃあ、俺、今バスケやるんで。ああ、そうですか、頑張ってください。はい、ありがとうございます。なるほど、だからか。
珍しいですね言うて、まあ、そらそうやろな。思わぬ出会いがありましたわ。 Welcome to battle。 バトルって名前もここであの戦いが起きたからそういう名前になったんかな。なんてこの地図見たらわかると思うけど、マジでめちゃくちゃちっちゃい街。ここがメインストリートやけど100メートルぐらいしかない。今6時やからこれね、パンも買ったし今から寝床を探しにさまよいますわ。さっきのあの香港人の子をなんかなあ、夜ぐらいにバッて LINE 来て、よかったらうちで泊まりますかみたいなこと言ってくれたら嬉しいんだけどなまあ何が起こるかわからんから旅っていうのは。今日はガチガチの茂みの中で電動初乗宿します。おだす。11時になったかな、寝すぎた。また今3月18日でこの辺りの気温が4度やねんか。朝、あ、間違えた、今9度や。朝が4度とか3度とかになんねんけど、その時間めっちゃ寒くてほんま起きるのつらいっていう弱音も吐きながら、なんせこっからチャリンコで30分、ヘイスティングっていう海沿いの町に行って、でそっからまあ行けるとこまで進みます。死にそうなぐらい気が逆やった。着いたわ。入られへん感じ。これ5ポンド入れるけど、お金払ってまで入りたくはないな。あ、なんかでもあの丘の上ぐらいやったらいいんかな。すでにええ眺めしとるわ。おお、あれがヘイスティングキャッスル。もうほとんど跡形ないやん。ヘイスティングと戦いでノルマン側のイオールっていう人がイングランド王になって、ウィリアム1世っていう名前を名乗ってこの城を作ったと言われております。めっちゃ綺麗やんけ。ここ、これがヘイスティングス。ここがメインストリートやろな。この修学旅行生が多いからなんかもしれんけど、イーストボーンより全然にぎわってる印象やで。海に来たで。ちょっと水を補給したいから、どこにあんのやろな。向こうからこっち側に向けて探してみます。これがヘイスティングスの海沿いやで。ヘイスティングスはイギリスで一番古い港らしいわ。確かに古いな。なんか年季入ってるわこの港町。今朝の段階ではヘイスティングスによるかどうか迷ってて、来てみたら結構当たりやんこの町。インターネットの情報ではあんまりいい感じに書いてないっていうか、まあ情報が少ないんかな。やけどもっと時間かけて回りたい街やな。こっちの岩とかもすげえやん。絶景やん。へえ。ヘイスティングスの戦いっていうのがイギリスの歴史を変えたっていうのもあってか、修学旅行でここに来るのは定番なんやろな。日本でいう関ヶ原の戦いみたいなもんやからさ。なんせあれやな、めっちゃフィッシュ&チップ食いたくなってきた。フィッシュ&チップ食うわ。テイクアウェイメニューやからイートインやったら高いんかもしれんけど、まあいけるっしょ。この残りカツでさえも食べときたいです。一番ベストセラー聞いて頼んだら思ったやつとちゃうってなってんけど、めちゃめちゃうまかった。臭み全然ないし甘かったもん。ちょっと味やっぱあれやな、海の近くで食う魚うまいな。鮮度がちゃう。ほんであれお願いして水も入れてもろて完璧や。よし、ほんじゃ次の橋に移動します。女子に人気らしいわ。これがイギリスか。自転車タイプじゃないと絶対に来られへん場所やな。あっ、トレーション。ドーバー到着や。チャンネル登録。
チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。